そうなんですよ。そうなんです。だから、うん、あの日給新規としてはこんな感じで、うん、あのはい、やっていて、でなのであの、まあ、本当にあのこういうパフレットリフレットを、うん、私も最初はあのこういうのをちょっとか、まあ、頑張って買ったぐらいかなぐらいだったんですけど、うん、フォローしてフォロー返しをされると基本当院なんです、うん、だからツイッターで、うん、あの簡単に、うん、はい、へえ、はい、党員になれます。はい、であの政党ではないので、うん、あの二重党籍にはなりません、ね。はい、とかになってます。だからまああの共産党を応援する人も、うん、立憲民主党を応援する人も、うん、あの自由党を応援する人も、うん、ね、いろんな方がいらっしゃるんで、はい、割合まあね、そういう意味ではこう、立憲的な考え方、民主主義的な考え方、うん、されてる方がやっぱ多いと思いますけど、うん、そうですよね。当然ね。この辺そうですもんね。うん、みんなね。最新のが一番これで、まあ、これも割とあのちゃんと内容的にはですね、うん、まあ、あのよく考えられてるなという感じではあります。まあ、あの今日はせっかく持ってきたから差し上げます。リフレットはあのバッグはちょっとあげられない。バッグはあのお買い上げいただけると、はい、あの助かりますが。なかなかですよね、これね。いや、本当にちゃんと頑張ってみんなで作ってるんだなって思います、うん、そんなに私も、うん、あのリフレット作るところからは関われてはあんまりないんですけど、うん、あ、似てる。ああそうなんですよね。でもすごい しっかりしてますよね。そうですね、だから、うん、あの今中心でやってってられる方がやっぱりすごいちゃんとしてるんだなと思いますけど、はい、うん、ポイントが抑えられてるんですよね、割と。だから割とそんなにね、いい加減に作られてないところがすごいなと思って。すごい。皆さんあんまりこう素性をそのままね、さらされてるわけではないんですけど、まあバーッとみんないっぱいいらっしゃるんで、まあどこに誰がいるかよくわからない感じで。結構いらっしゃいますよね。そうですね、旗がねあるから、そこにみんな割と集まるんで。はい、すごい。そうなんです。なので、すごい。3000万署名ですね、これね。そうです。3000万署名も、あの、うん、ね、はい、一緒に、あの、紙も作ってますよ。だから、それで、ね、あの、その時の方にお願いするものではないので、まあ、あの、もうね、実際に一緒にやられてる方ですから、もうみんな、ね、署名立ってるから、あれだと思うんですけど、そうなんですけど、はい。あの、はい、そうですよ、迷惑防止条例の署名集め始めた人が、はい、やっぱりこの官邸前だとかに一人で始めたんだけど、はい、で署名してくれた人が今度は署名取る側になってくれてって言ってね、うんうん、それで広がってったんですって。で29日まででね、都庁令の、うん、3333で、その後も実はねずっと来てるんですか。それは署名が来てる。署名も来てる。ファックスも来てる。ね、署名が後で届けられて、でそのご本人のところにも来るし、はい、なぜかうちの控え室にも来るし。え、それは署名が来る。署名が、あ、まだまだ来るの。うん、そうなんだ。はい、すごいな。なんかね、あの会見でおっしゃられてたんですけど、そんなことあまりないんですか。あのね、はい、今回の。あの昔っていうか20年在籍、あ、ごめんなさい、もしよかったらまた録音させてもらって、うん、あのその内容を、うん、あの広げさせていただけると助かるんですけど、それは大丈夫でしょうか。それは大丈夫じゃないでしょうか。大丈夫ね、ダメですか。まあ、大丈夫です。大丈夫ですか。そんな、うん、まあ、あの問題があるところがあったら言っていただいたら、はい、いいと思うんです、はい、はい、だからあの今回の特徴は、はい、やっぱりね、一人一人がその市民の人たちが、うん、あのいろんな情報手段で情報を得て、うん、例えば SNS だとか、はい、それからあのネットで見たり、それからあの会、まあ、いろんな団体が、うん、その所属団体から情報を得たりっていう、はい、いろんなこうあの情報の得方はそれぞれなんだけど、はい、これ私のことを言ってるの、うん、っていう感じで、あ、それでこう主体的にあの自らが動いて動いた、
っていうのがね、まあ、やっぱりデモに参加する人が一般的な人というか、まあ、普通の人がデモに参加してますよね、うん、そうですよね、はい、だから日給シートの人でも、うん、実際に、うん、もうこれに行ったら、うん、いやそういう条例がない時ですよ、ええね、でも、うん、そのこれに行ったらもしかしたら捕まるかもしれないっていうふうに家族に言って出てきた人とかいるぐらいなんですよ。だから結局デモってわからないじゃないですか、どんなところかわからない、うん、行ったことある人はわかるんですよ、うん、だけど行ったことない人は国会前も官邸前も、うん、あとねなんか新宿何丁目でやるとか言われても、うんうんうん、わかんないんですよ、うん、だからもしかするとなんか怖い目にあってなんかみたいに思ってる人がいるんですだからそういう、まあ、受け止めもあるんですよね。そうでしょう。そう。で、そもそもそういうのがある人たち割とね、うん、よく、まあ、知らない人たちもいっぱいね、うん、特になんか来てよって言われてるわけじゃなくって、うん、いやもうちょっとどうしようもないんじゃない、これはなんとかしてよって思ってる人が多いんだと思うんですよね、うん、だからね本当に主体的に行動を始めた、うんですよね、今回の特徴は。あ、それがすごいあっという間に広がって、はい、だってたくさんこうファックスだとか来るんですよね、はい、陽性の、はい、それがこう、ま、どさって来てるでしょ、はい、で、ま、数えてこうね、うん、こっちに置くんだけど、はいはい、ちょっと席外れて、はい、どんどん増えていく、どさ多すぎて大変ですね、それもそれでね。すごあ、そうなんですか、うん、あ、だからその19日過ぎても、19日が質疑で、はい、22日が採決だったんですけど、はい、その間もどんどん来るし、はい、で22日終わっても、うん、まだ29日があるんですよね、うん、って言って、いやそうですよ、うん、だってなんかうん、まあ私的には非常にムカついたのは、19日にすぐやって、でその次はもう採決だって言われたから、委員会採決、はい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 、で22日ですよね、うん、でその後もう本会議29日みたいな話があったんで、うん、何を質疑してどれだけの時間でやるの、プロ法案みたいな、法案とか条例っていうのを持って何言ってんだろうって思ったんですよ。でそれとあとまあ疑問に思ったのは、なんでこんなにのものが出る前にもっと前に分かんなかったんだろうっていうのがあって、で大山さんのところで実際に最初にこうそういうものだっていうのが分かったのはいつぐらいなんですか。だから告示日の1週間前に、うん、条例案が、1週間前っていうのはということは、29日が、2月の29日が、はい、開会日だったので、はいはい、それの1週間前、2月の22日にもともと出た、うん、その1週間前、あ、22日ですね、22日ですね、うん、22日に出た、うんうん、あ、でいろんなものと一緒に出るんですか、そういうものって。そうです、全部と一緒に。だからそれまでも条例は出ますよっては言う、はい、言ってたんです、はい、で一応その原案みたいな、うん、概要みたいなを出して、はい、それでパブリックコメントも、はい、取ったことは取ったんです。なんか一応パブリックとコメントを取っていて、うん、それは党が取るんですか、警視庁が取る、警視庁が取ったパブリックコメントはすごいなんか、うん、ガンガン取り締まってくれみたいなことばっかりいっぱい出てたんですよね、うんうんうん、なんか普通の人知らないし、うん、そんなことやってんのも知らないから、で、はい、だから警視庁はね、はい、その条例の説明に来た時に、はい、盗撮のが一、はい、つありますでしょ、はいはいはい、で盗撮をね強調してたんですよね、はい、だからこんな、はい、盗撮用のがあるんですよとかね、はい、実物持ってきて説明したりして、ああ盗撮に関して、うんうん、はい、それでだからそれともう一つその五条の二の付きまといですけど、うんうんうん、だからまあ、盗撮とかね、あんまりひどいのは確かにね、うん、取り締まるべきだけど、私たち問題にしてなかったんですけど、はい、で条例案文が出て、はい、でそれでこう弁護士さんたちと、はい、議論したんですね、分析して、はいはい、それでこれはまずいね、はい、っていうことで、はい、で2月の地方相談とかね、はい、定期大会で定期総会で、はい、まずは決議を上げて、うん、でその後3月15日、あ、違う、2月15日、いやそんなに早くないです、3月15日、3月15 日、はい、3月15日に、うん、地方相談と国民救援会と地方が、うん、東京地方、東京地方が合同で記者会見して、はいはい、で、まあ、それ以降ですよね、一気に、うんうん、それがネットでも、うん、
拡散した。うん、拡散した。ああ、そうだってあんな現代でしたっけ？なんかそのメディアが取り上げたのが割とすごく、はい、あの大きかった。うん、それまで誰もなんかまともに知らなくて、で、あの私もどっかでなんか見たんですけど、うん、そんななんかひどいもんだと思ってなかったんで、うん、で、はっと思ったら中身見れてみるとすごい、こんなの本当にされんのと思って、うん、で、国民変会のそのチラシというかね、あの反対のやつ見たら、あ、これはそう、そうそう、あれはちょっとどうかなと本当に思って、で、そしたら、日給新党のその憲法の勉強会が別にあったんですね。で、そこで行った時にその署名もさ、はいはい、あの言われて、はいはい、で、説明されて署名もって言われて、うん、あ、そう、署名ちゃんとこんなやってるんだ、うん、あの日給新党ってすごいなって、うん、自分がいるところにしてもね、うん、ちょっと思ったりして、うん、で思ってたんですけど、うん、それだったらもうちょっとなんだろう、この中身をね、少しでも知ってもらった方がいいなと思って、うん、で大山さんに電話したんですよ。で大山さんに電話したら、まあ最初大山智子事務所に電話して、あ、で、あとツイッターのアカウントもフォローしてるんで、そこからメッセージ送ったりとかしたんですけど、なかなか繋がらなくって、うん、で、でも時田に電話したら、うん、時田の方、うん、繋げていただいて、で、はい、話接していただいたん で、うん、でそれも今もうだからちょっとずつ伸びてて、今1000件以上本当にYouTube は再生されてて、みんな迷惑防止条例が、危険性ってどんなものかなと思った時に割と見ていただいてる。あ、なるほど、はい、いやだからね、やっぱり都議会の議論の仕方、うん、審議の仕方っていうのは変えていかなきゃいけないっていうかね。だから今回みたいに問題がある、それから都民ね、市民の皆さんがこれだけ問題意識持ってるっていうところでは、うんうん、だいたいこうね、いつもね、継続、うん、継続審議にするんですか、うん、継続審議にするってことはほとんどないんです。ないんですか、うん、あ、もう決めちゃうんですか。うん、決めちゃうんですよ。だからなんで決めちゃうんですか ね、だからそれはもうそんなに緊急性のあるものだと思ってるんですかねって話なんですけどね。そうですね、だからそういうのも変えていかなきゃいけないですよね、審議の仕方はね。だからだいたい東京都が条例提案しますでしょ、うん、それでで、まあ、議論して、うん、で、まあ、その定例会中に採決をするということなんですよね。だから本当だったらこれだけ問題になってるわけだから、うんうん、例えばじゃあちょっと継続してやって、それで私たちはほらもう否決したいと思うから、うんうんうん、否決でいいんですけど、はい、で例えばじゃあ公聴会しようかとかね、うん、そうですね、だからパブリックコメント集めた後でもそういうことやってもいいんですよね、うん、本当は ね、 本当はね、だからそれだけね、うん、声が上がってるんだったらそれに応えるのが本当は議会ですよね、うん、だからそれこそ都議会の、議論の仕方もこう変えていかなきゃいけないっていうかね、うん、あり方を検討していかなきゃいけない、うん、まあ、今回それがあったから、うん、なんだろう、みんな傍聴にも行った人も割といると思うし、あと私もそれで都議会のなんだっけ本会議の、うんうん、はい、ネットで中継してるってその録画されてるやつが上がってまして、それを見ましたけど、うん、まあなんでこんなダラダラとやるんだろうって、会議的にはね、なんか割とその質疑やる時もなんか質問とか時に全部やっちゃうじゃないですか。で決議だけ先に後にしたりとかするじゃないですか。なんか一個ずつこうなんか一番最後の方に代表質問、はいはい、終わって で普通でもそれだったらそう一個代表質問やって、なんかその問題点を明らかにしてなんかやったらそこで決議するのかなと思ったら、全部やって終わってからなんか一個ずつまとめてその全部採決をするので、まあそれはその合理的かもしれないけど、なんかこう気持ち的にはなんかこんな風にやるのかなってちょっと思ったりとかしたんですけど、で見ててね、最後の方やっぱりその迷惑防止条例の中になると、まあ見てる方もちょっとざわつきがありましたし、あとその時にね、立憲民主の人は反対したんですよね、一人で座ってました、はい、だからそれはね、原田
あきらとぎもね、うん、書いてらっしゃいましたけど、あのなんだっけ、その都民がやっぱり動かしたっておっしゃってましたけどね、うんうん、民進立憲で都議会会派組んでますよね。会派組んでると基本的には同じようなあの考えでというか同じ意見でないといけないんですかね。それはそうでもないんですか。いろいろあると思いますけど、だから党は2つなんですよね、はい、立憲民主党が民進党と、はい、あの立憲民主だから、はいはい、でも一緒の会派だから、まあ、大体同じことやりましょうっていうことになってるんでしょうけど、はい、あの今回のは、うん、立憲民主あ民進立憲の会派は賛成の党にしましたでしょ。でもあの立憲の西田さんだけは、はい、あの反対したんですよね、うん、そうだからまあ私としてはというか、まあ、そのもっと立憲民主を支持されてる方もそうなんですけど、うんうん、なんで立憲民主をもうちょっと頑張ってくれなかったのっていうのがね、うん、あのそれはあの別に共産党が頑張らなくていいと思ってないんですよ、うん、共産党は頑張ってもらいたいで小山さんは頑張っていただいたとも思うんですけど、うん、でもあの立憲民主ももっと頑張ってもらいたかった、あの、まあ、立憲だ民主主義だっていうんだったらやっぱりそこを大事にしてもらいたい、うんでみんなの意見を踏み上げてそれをあの政治に生かしてもらえる政党であってほしいっていうのはみんなそう思ってるんだと思うんですよ。だからあの、まあ、共産党にもちろんねいろんなあの要望がいっぱい来ると思うんですけど、あの立憲民主にもいっぱいいたんだと思うし、みんなねあのいろんなところに送ってましたからねファックスは ねだから、うん、自民党のところも最初ね電話番号間違っててなんかファックスが違うところに届いたっていう話もありますけど、うんまあ、それもでも関係のところだったから別に良かったと言われましたけど、うん、そういろんなところにいっぱい送られて、うん、なんか自民党の警察職員の人が、はい、いっぱい来るんだよとそうなんですか。都民の声ですよ。都民だけじゃないですからね。全国からの人のね声が来たんですよね。だってあんななんかいい加減に決められてねいいようなことじゃないと思うし、だからみんなそうやって、うん、でもね、はい、やっぱりねあのそれだけね市民の皆さんの声があったから、うんうん、あったから立憲ね、はい、の西田さんだって反対立たないで反対できたし、はいうん、でそれはねもう市民と野党の共闘の、うんね、観点から言うと良、うん、かった、はい、すごい良かった、超良かったと思って、うん、であと他の会派も、はい、賛成はしちゃうんだけど、まあでもなんかあれですよね、今になってから割とあのあれはそんな風には使われないんだってすごい強弁してますよね、うんうん、いろんなところでね、そうそうそうだからそうですね、あのそんなねあの、正当な抗議活動とかには適用されませんとか頑張って言ってますよね、うんうんうん、それ言えば言うほど結局、ね、警察もできなくなりますよね、そういう感じではね、だからやっぱり声があるから、うん、その委員会の中でもそれ確認しなきゃいけないかったし、はい、高い派もね、はい、だって16日までは、はい、他の会派質問する質問すらしない予定だったんですよね。でそれがこう一気にいっぱい来ちゃったから、うん、だから質問せざるを得ない状況になって、はいうんって感じですよね、うん、だからやっぱりね市民の声があるからこそ動かしてるあだって絶対こんな言わざるを得ない状況じゃないですか、うんね、憲法に、ね、もあの保障された甘利質疑の中身は、うん他の会派のこと方も含めてあんまり見れてないんですけど、うんはいはい、そういう意味では、うん、なんだろう自民党とか公明党の方も、うん質問した時は、うんそういうこう基本的なところ、うん、あの憲法に抵触しないですよねっていうみたいなことは言ってたんですかね、うんうんうん、それはねあそうなんですか、うん、言ってましたねだからね、はい、そう言わざるを得ないしそれから討論の時、はい、討論というか最後に採決する時も、はい、そう言わざるを得ない、はあ、これはね、29日だから、はあ、これは最終会議のところですね最終の会議の討論、はい、討論です、はあはあ、共産党は当然ね、まあ、なんだろう反対していただいてると思う反対だろうって思ってますけど、ね、賛成する会派もその、はい対象外ですね、はいはい、って言わざるを得ないし、ええっていうとこですよ。そうなんだ、うん、でこれが これ自体はこれは共産党が言ったことではなく、それは議事録っていうか未確定議事録、うんそんな議事録が未確定確定だったり
未確定の先生、ね、あのこれは公文書ですかね。直ちに出す場合は、はいはい、このチェックしてないです。ああ、そうなんですか。まず誤字があったり、はい、そういうのをですね、あの後で訂正するんです、ね。うんうん、そうそうそう。だから19日と20日の時も、はいはい、そういう話がされた。それはね、これまとめてあるかな。ね、都民ファーストもね、最終の討論では、はい、迷惑行為から被害者が必要だって言いながらも、はいはい、この改定がこの憲法違反であって、こういう声がありますよって。憲法警察の一方的な判断で、うん、憲法の保障する諸葛の前、弾圧され、団体等に対する組織弾圧や政権違反を萎縮させるために活用される危険が大きいという懸念が指摘されていると述べました。あ、述べたんですか。そうです、そうです。はあ、え、都民ファースト。これは、うん、都民ファースト。はあ、だから、そういうふうに珍しい言わざるを得ない状況になってるんですよ。だって、都民ファーストって、あの基本、与党ですよね。これ出した方でしょ、基本的には。まあね、だから、まあ、警視庁だからね、こういうふうに、ああ、そうか、こういうふうにね、はい、あの後で赤が入るね。うん、そうそうそう、うん、でこれ最後に言って、これ都民ファーストね、はい、最後に条例についてはい、はいはい、ああ、本当だ、それを書かれてるんですね。うん、ね、で自民党も、はい、自民党もそう言ったんですか。自民党はね、本会議ではね、はい、何も言わなかったんですよ、はい、しかし、はい、委員会で22日には、はい、あ、警察消防委員会の、ね、はい、意見表明で、はい、改正が必要としつつ、憲法21条28条9条4条を侵害するという意見があることも承知していると述べ、しかし正当な市民運動、労働運動等には規制しないと委員会で確認したから、本条例の枠を超えた取り締まり等が行われることはないと理解していると、はあ、自民党でさえこう言ったんですね。はあ、なかなかですね。だからね、やっぱり世論があるからこう言わざるを得ない。賛成するけどこう大丈夫ですよって言わざるを得ないっていうかね。はあ、なんですよ。それは良、うん、かったですね。それは良かったです。だからもうあれですよ、もうあの正当なね、うん、行為なんだから、はい、もう今まで通り堂々とひるむことなくやるというのが一番重要ですね。はい、うん、良かったですね。そういう意味では、そうなんです。まあ、できたことはね、あんまりよろしこばしいことではないんですけど、まあまあね、でも、うん、運動というか、まあね、そのみんなのこの世論によって動かされて、そうなんです。まあ、あの賛成しつつも、ほぼ全会派がそうやってね、うん、あの問題はあるけど、うん、問題があるような取り締まりやられ方はしないから大丈夫って言ったみたいなことになってるんですよね。うん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 、すごいですね、うん、そんなことになるんだ。そんなことなんですよ。なるんです、なるんです。それは良かったな、うん、まあ、あの少しでも ね、その知ってもらってと思って、うん、その、うん、そういうこうね、あのツイッターしたりとか、あのしてたんですけど、はい、それがね、広がって最終的にこう議会までね、うん、あの声が反映されるっていうのはすごいことです ね。大きな影響がありました。うん、そうなんだ、うん、そうなんです。まあ、大山さんも頑張っていただいたからなんですけど、どんどん、はい、はい、そうですか、それは非常に良かったです。ね、今後については、まあ、そのやっぱりなんだろう、なんかできることってあるんですかね。今後はね、はい、だからやっぱりあの憲法守る、民主主義守るっていう点から言うと、うん、あのもう堂々と観光活動を路上でもちゃんとやり続けて、うん、で、まあ、そのことによって、うん、まあ、反対にそのなんだろう、権利も守られる、うん、やることが ね、そういうことを、うん、これひるむっていうのが一番ね、よろしくね、うん、こうみんなでこういう活動を続けましょう。まあ、いや、まあ今のところあれですよ、あの
かえって元気になったんです。いやちょっとあのいやあの政権側からのあの、うん、燃料とかが多すぎてですね、あのみんなムカつきすぎてるんで、だからなかなかこう、はいはい、怒りとか疑問とかが解消されないので、うんうん、そのせいであのみんなこう、うん、デモとかには参加しちゃうと思います。あ、まあもう大丈夫とかその別にいいでしょと思ってた人までやっぱり来ることになってるからこうなってるなと思うん で、ね、まあそれが本当にこうそういう意味では今回あのこういうことに、うん、あの敏感になってる原因かなとも思いましたね。デモに参加してる人がその別になんかあのよくねネット上の人とかは、うん、あの動員でねお金もらってるから言ってるんだみたいなこと言うんですよ。お金もらってるんだったらねどんだけお金払わないといけないんだって話だし、大変ですね、そう絶対よくどれもお金払ってまあないよって思うんだけど、うん、そのお金もらったことないしね、うん、なので思うんだけど、そう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 、どちらかというとカンパするかなんかでねお金払ってるよって話なんですけど、うん、そうなんですけどそう言われるんだけど、うん、そみんな怒ってるからなかなかやめられないです。そうですよ、ね、うん、まあ、だからね、あのそうですよ、権力側としてはあのひるむ、ね、うん、ことはがあればもうとてもそれでいい、はい、いいんじゃないですかね、はいはい、